白鳥町は岐阜県郡上郡にあった町である。2004年に郡上郡の7町村で合併して郡上市となった。郡上地域では八幡町に次ぐ第2の町であり、福井県への玄関口の役割をしている地域である。岐阜県の中部、美濃地方の北部にあたり、飛騨高地の一部である。町の中央を北から南に長良川が通り、この川沿いの盆地が、 町の中心である。全体としては、長靴の形に似て、南北に長く、南の、そこから直角に東に突き出た部分を持った。町の北部は、九ず川水系に属する糸城川に総地区で、元は、福井県に属した福井県大野郡糸城村が、古市県合併で1958年に、白鳥町の一部になったものである。糸城村の一部は、 当時の泉村に編入されている。かつては白山振興の地、交通の要所として栄えた。2001年4月の議員定数は16人、一般職の町役場の職員数は202人であった。白鳥町の最後の町長は野島以降である。合併した時に、白鳥町を除く市内の宮町村は合併のため提携を解消したが、 白鳥町は合併しても三重県島市とは、郡上市白鳥地域として交流を続けている。布や原酒造場産が多いため、高知は町の面積の4%に過ぎず、農業に頼る比重は比較的小さかった。農地のほとんどは水田で野菜も作られた。林野数は世帯数の約4分の1あった。東海北陸自動車道の便により、冬には スキー客を多く迎え、スキー場の数が多かった。酒蔵として、原文5年創業の布や原酒造場があった。支店のある、金融機関 ATM のみ、設置金融機関白鳥町立白鳥小学校みの白鳥駅町内では、下記の路線バスが運行されていた。高速道路東海北陸自動車道が町を南北に、貫き、町の中心近くにある、 白鳥インターチェンジで、中部縦貫自動車道が西の福井県へ分岐している。中部縦貫道のこの部分を、油坂峠道地という。油坂峠を前にして、道路は大きく蛇行しながら、山の下を通る。油坂第一トンネル、油坂第二トンネル、油坂第三トンネルを経て、古吉道道でようやく、油坂峠の下を潜り、福井県に入る。 一般国道かつては、美濃国と越前国を結ぶ越前街道が通り、北には飛騨国に通じる飛騨街道が通じた。現在では、国道156号が南北に走り、国道158号が西に折れて、福井県に通じる。道の駅岐阜県内の大多数の地域をまかなう、電気事業者は、中部電力パワーグリッドであり、道町の旧白鳥町。 旧北農村及び旧牛道村の各地域も中部電力であるものの旧伊都城村の地域は北陸電力送配電となっている。ありがとうございます。